岡丸あるしんです。5歳です。サッカーしてる、サッカーで試合やってる時が好き。ずっと走る、今度まで疲れないよ、走っても。アルシンを出産した時に友人から出産祝いで丸々のスタイをいただいた時に初めてブランドを知って、あ、かわいい、ちょっとお店に行きたいっていうことでお店に行って、でそこでなんかモデル募集たまにしてますっていうのを聞いて、ホームページ確認して募集が始まったら応募しようっていうのがまず一番最初のきっかけです。最初の撮影の時はまだハイハイもできない時だったので、ただお座りをするだけだったのですごい楽でした。まあ今でもなんですけど、すごいパパっ子で、もうパパがいないと泣く、お風呂に入ってる間もドアの前でギャンギャン泣いたりとか、すごい泣き虫、とにかく手のかかる大変な子供っていうのがすごい印象に残ってます。楽しい、写真撮ってるのが、ご飯作ってるのがです。幼稚園に行き始めてから特に成長を感じるようになったんですけど、朝起きてからのパジャマをちゃんとベッドに畳んで持っていくとか、撮影で言うと今までは付きっきりでそばで私もフォローしながらじゃないとできなかったのが、最近はもう私がいない方がいいとか、見ないでとか、ママに見られるのが恥ずかしいっていう気持ちが湧いてきたりとかしているみたいで、一人でやれるから、お仕事だからっていう感覚をすごい持っていますね今は。今もなんですけど、お友達に対してとか思いやりもあって、すごい優しい一面があるので、まずはそれを、まあ、当たり前のことですけど伸ばしてもらいたいっていうことと、興味を持ったこと、好奇心旺盛なうちに何でもチャレンジしてほしいっていう感じですかね。テントウムシを今日触ったよ、みたいな。テントウムシの夢見た今日。ああ、そっか。トスカ部隊。警察なんだよ。トスカ部隊って。